脳細胞が死んでるみすずさん、残ってる細胞ありますか？何なの？意味不明すぎて怖いんだけど。ああ、残ってる細胞あったみたいだね。低学歴の脳みそって空っぽって言うじゃない？だからみすずさんの細胞もどんどん減少して会話もできなくなったんじゃないか心配したのよ。ちょっと待て。低学歴だから脳みそがないって発想、あまりにも非現実的。もっと考えてから発言した方がいいよ。昔から口は災いのもとって言うしね。何偉そうに語ってるのよ。テレビでたまたま見たの？は？だって中卒バカのみすずさんがことわざなんて知ってるはずないでしょ。昨日今日覚えた知識をひけらかすのをやめてくれない？恥ずかしいから。もういいわ。ジュリさんとまともに会話できた試しがないもの。これ以上の話は時間の無駄ね。要件だけ言ってちょうだい。それに私が回答して、はい、終わりにしましょう。オッケー。要件は、今日急遽親族の集まりになったの。みすずさんも来て。え？私の婚約発表をするのよ。これで家事手伝いから主婦になるわ。みすずさんはこれからも夫婦共働きで、あくせく働いてね。はあ。私の婚約者は日本有数の財閥御曹司だもの。どう？中卒には考えられないでしょう？この顔見て！御曹司なのに本当にイケメン。こんな幸せ、中卒じゃ絶対手にできないわ。例の人ね。今日は彼も来るの？忙しいから彼は欠席だけど、報告だけはしようと思って。本当に婚約したの？それはおめでとう。これでやっと我が家の汚名返上よ。はい？あんたが嫁に来たことでお兄ちゃんは恥をかいてるんだから。パパもママも同じ恥をかいてるの。だって低学歴女が嫁に来ちゃったんだもん。高学歴は高学歴としか出会わないのよ。低学歴と出会う人間はそもそも人間としてのランクが下。その間抜け野郎がうちのお兄ちゃんってわけ。そんなこと言わないでよ。せっかく義姉妹になったのに。それが私の人生最大の汚点よ。とにかく今日は実家に来て、あんたがどんだけ場違いな人間か教えてやるから。昨日はよく最後までいたわね。もう見てるのが恥ずかしいから帰れって言ったのに。どこまでずぶとい神経してるんだか。呼ばれたからには最後までいないと失礼でしょ。あれだけ親族の前で格差の話をしたのにまだわからないの？さすが学歴ゼロの底辺バカ。別に恥じるようなことは何もないけど、中卒の低学歴でよく親戚の集まりに来れるね。うちの親族に泥を塗ってるってわからない？あんた親族クビだって。へえ？親族に泥を塗ったから感動するって聞いたけど。ちょっとちょっと、どこで何を聞いたのか知らないけど、聞き間違いでしょ？私とあんたの名前の。いいえ、間違いなくジュリって言ってるわ。私はミスズ。絶対に聞き間違えるはずないでしょ？低学歴バカのあんたのことだから、あり得る話じゃない。耳掃除、ちゃんとしてる？ジュリ、お前の耳を引きちぎってやる。この一族の恥さらしめ。え？あなたの愛する親族がそう言ってますけど。どういうこと？まさかそこに誰かいるの？いますよ。昨日お会いした皆さんが。私は今吉川さんの会社の応接室にいるんで。吉川さんって吉川の達おじさん？なんであんたが達おじさんの会社に呼ばれたので。そして私の LINE を応接室スクリーンに投影してみてるとこ。何してるのよ。何なのこの公開処刑みたいなことは。公開処刑だよ。よくわかったね。え？あんたってほんと頭悪すぎて話にならないんだもん。勝手に人のあることないことを言いふらして。まあ最初は好きに言ってろって感じで放置したけど、さすがにしつこすぎ。執着心が強いっていうの？貧乏学歴コンプレックスの塊みたいな。黙って聞いていればいい気になって。親族が見てる？そんなの関係ないわよ。あんたが大学も出てない底辺ニートだってこと、この場でみんなに告白しろ。公開処刑はお前の方だよ。もう逃げられないからな。親族が全員私に土下座してるけど大丈夫？え？言ってなかったっけ？私親族の会社の融資先よ。融資？はあ？何言ってんだよ。これも言ってなかったっけ？私
会社経営者よ。はあ？ありえない話題すぎて話についていけないんだけど。何？あんたが社長で親族会社の融資先？寝言は寝てから言えよ。それはこっちのセリフ。いいの？そんな汚い言葉ばっかり使って。あんたが媚び売りまくってる遠山のおじちゃんもいるけど。え？遠山のおじちゃん？そうよ。もう今年からあんたへのお年玉は排除するってさ。嘘！そんなのダメよ。絶対にダメ。不動産王で富裕層の遠山のおじちゃんのお年玉、ボーナスより高い私の大事な収入源なのよ。でも彼はもうあんたにお年玉をあげるつもりはないって。そんなの困るのよ。おじちゃんのお年玉払いってことで今年も買い物してるから、もらえなかったらカード破産しちゃう。自業自得でしょ。そもそも自分の収入以上の買い物してればいつか破綻するわ。そんな小学生でもわかるようなことを知らないなんて、バカにも程があるでしょ。でもこのままだと支払いできなくなって借金になっちゃう。300万もあるの。遠山のおじちゃんにもらえないならあんたが払え。なんで私が。絶対に嫌。お前のせいでこんなことになったんだから責任取れ。自業自得の結果で私には関係ないことよ。諦めて借金背負うしか道はないでしょ。しつこいともっと嫌われるから、この辺で引くべきよ。この年までお年玉もらえたんだから御の字だって思いなさい。そんな、どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。今まで何の問題もなくやりくりできてたのに。大学とは無縁の中卒女にしてやられるなんて。私大学行ったけど。は？日本の義務教育しか受けてないって言ったのは誰だよ。私よ。それは本当だって。私中学までしか日本にいなかったから。え？高校と大学はアメリカの学校を卒業してるわ。ちなみに大学はハーバードよ。日本の三流大学しか出てないあんたでも知ってるんじゃない？は？ハーバード？嘘でしょ？学歴で嘘つくほど低学歴じゃないわ。向こうで学んだ経験を生かして日本ではまだ普及してない技術を輸入する仕事をしてるの。あ、ちょっと難しいかな、低学歴のあんたには。え？ジュリさん、あなた最終学歴大学よね。そうよ。これのどこが低学歴なのよ。知らないの？私含めて親族一同大学院卒業よ。大学院？そう、大学院に行ってないのはあんただけだから低学歴じゃない。親族の皆さん失笑してるわよ。こんな低学歴が私にマウントしてたんですもの。そんな。親族の前で恥をかく気分はどう？最悪に決まってるじゃない。人をこんなに恥ずかしめて。学歴があったとしても人間として最低よ。それあんたが一番言っちゃいけないセリフでしょ。バカにしないで。私のことバカにするとみんな痛い目見るわよ。どういう意味？忘れたの？私の人生には大きなバックがいるってこと。ああ、もしかしてあのボンクラ婚約者のこと？ちょっと、彼にそんなこと言っていいの？日本有数の財閥御曹司よ。私にこんなことしてただで済むと思わないで。彼の権力と財力を使えばあんたみたいな成り上がりセレブ一撃よ。私のビビたる借金だって瞬殺なんだから。どうぞ。え？やれるものならどうぞ。その前に連絡がつくかどうか。何それ？あの男が本当にセレブだと思うの？日本有数の財閥ってどの財閥？え？ちなみにデートは高級レストランに高級ホテルだっけ？散々自慢してたけど、それらの支払いって誰？全部あんたなんじゃないの？それはちょっと手持ちがないって言うからであって、でもまとめて返すって言ってたし、結婚すればお財布は一つだし。うだうだ言ってるけど、要は支払い全部あんたなんでしょ？うん。それもそうでしょ。あの男、セレブ仲間でも有名な結婚詐欺師だもん。お金はあるだけ使っちゃう根っからのダメ男。え？狙った獲物の財産を吸い尽くして借金を負わせるって有名よ。そんな男は本気で結婚するとは考えられないから、ジュリさんも被害者なんじゃないの？彼のことを詐欺師扱いするなんて信じられない。名誉毀損で訴えてやる。じゃあ連絡つくか確認してみたら？付き合って3ヶ月くらいよね。もしすでにまとまったお金渡してるなら
もう消えた頃ね。嘘、電話現在使われておりませんって。あ、やっぱりちょうど逃げる頃だと思った。そんな、私何度も忠告はしたよね。でも私の話なんて聞こうとしなかったのはあんたでしょ。500万渡したの。ほんの少しの間会社を助けてほしいって言われて、会社の不正を疑われて口座が凍結されてるって言うから。ああ、またその手か。あの男も頭悪い中卒だから言い訳の引き出しが少なすぎ。え？彼、中卒なの？兄弟卒業って言ってたけど。詐欺師のプロフィールなんて嘘800に決まってるでしょ？そう、彼はあんたの大嫌いな低学歴よ。いやー、そんな底辺と付き合って、しかも騙されるなんて。見る目がなかったと諦めるしかないわね。どうして教えてくれなかったのよ。こうなること最初から知ってたんでしょ。未来がわかるはずないでしょ。彼の素性はセレブネットワークで知ってたけど、結婚詐欺で逮捕されてたから見かけたのは久しぶりよ。逮捕？前科持ちなの？そうだよ。結婚詐欺に投資詐欺、マルチ商法に傷害、結構な犯罪歴持つ立派な犯罪者だよ。そんな底辺の底辺と付き合ってたなんて。悪さばかりする小悪党ってとこね。セレブの間ではもう有名になりすぎて仕事できないから、ジュリさんまでランクを落として絞り取ったのね。ランク落としてって何よ。あんたがもっと早く教えてくれたら被害もなかったのに。人の恋路を邪魔するほど野暮じゃないのよ私は。今度は本気の恋愛かもしれないでしょ。それはわからないから忠告はしたけど、あとは黙ってたの。そんな、私が底辺の底辺なんかと。親族一同、本当に呆れてるわ。こんな低学歴でバカな人間が一族にいるなんてって。でもしょうがないよね。低学歴と婚約するのは、人間としてのランクが下だから、だよね。その後、親族から感動を受けたことで、親族会社の役員をしてる両親からも感動され、家まで追い出されることになったジュリさん。30になるまで実家暮らしで、一人暮らし経験ゼロの彼女は、結局一人で暮らすことができず、寮付きの会社に就職したようです。誰も彼女と連絡を取り合う人がいないので、詳細は不明。少なくとも、頼れる親戚が一人もいないということは間違いありません。口は災いのもと、言葉だけでここまで全てを失うことになるなんて、本当にもったいない話ですよね。